中日4から2阪神、14日、豊橋、阪神佐藤輝明内野手、25、が守備でのミスを猛省した。写真、タッチを焦って補給ミスした佐藤輝明。1点リードの8回虫2塁、中日田中の犠打は保守の前に転がった。保守坂本が3塁へストライク送球するも、これを佐藤輝が落球。その後、ピンチは広がり、逆転を許した。 この失策に、あれは取らないといけないと思うので、僕のミスです。タッチへの焦りもあったのか問われるとそれはありましたと認めた。チームバスに乗り込む手前で対応し、反省の言葉を並べた。